ヨハン・シュトラウス記念像。ヨハン・シュトラウス記念像は、音楽家、ヨハン・シュトラウス二世を模して作られた銅像である。彫刻家、エドムント・フォン・ヘルマーによって制作された。黒色時代の記念像を1921年に、ウィーンの私立公園、シュタット・パークに建立された。6月26日の除幕式では、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団が、この記念像の前でワルツ、 美しく青木ウを演奏した。ヨハン2世の記念像を建てようという動きが活発になったのは、没後5周年に当たる1904年のことである。委員会が組織され募金も開始されたが、第一次世界大戦の勃発によって、活動は挫折した。戦後になって、ようやく金色のシュトラウス像が建立されたものの、敗戦後の世相において、贅沢すぎるという批判を受け、 1935年に黒色に塗り替えられた。1991年に改めて元の金色に塗り直され、現在ウィーンの代表的な観光名所の一つとして親しまれている。シュトラウス像を取り囲むように置かれたレリーフには純白の大遺跡が用いられている。このレリーフに彫られているのは踊るカップルとどなうの乙女と言われる。背面は細やかな月景感の衣装となっている。 バイオリンを弾きながら指揮するスタイルで有名だったシュトラウス2世の姿を再現している。なお、この記念像のモデルは老年期であるが、実際のシュトラウス2世は年老いてからはバイオリンを弾きながら指揮することはなかった。ウィキメディアコモンズには、ヨハン・シュトラウス記念像に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。